それは歯医者さんにある椅子みたいだけど、ランプやハンドルがついていて違うんだ。2969年、ルナデパート特売所取扱注意。こりゃ何か間違って配達されたらしいぞ。でも一体。どこへ行きますか？私はワンダー1919号です。どこにいるんだ？あなたの座っている椅子ですよ。それが私。じゃあこの椅子？ルナデパート特製ロボットチェアです。1919号とお呼びください。待ってよ、降りるんだ。間違って配達されちまったんだ。僕んちが買ったんじゃないよ。心配いりません。どこでも参ります。宇宙の果てまでも。家へ帰るよ。装置が始動したら、あなたは何でもご注文をおっしゃらなくてはいけません。そうしないと故障を起こします。だから返してよ。ちゃんとお返しします。ですからご注文を。どこまで参ります？宇宙の果てですか？じゃあそこでもいいよ。承知しました。もうじき月です。あれ、何か立ってるぞ。ルナデパートです。月にデパートがあるって？デパートだけではありませんよ。月には大きな都市はいくつもあります。農場だってあります。そこでは野菜でも果物でも年中取れるんですよ。野球だ。やってみますか？うん。面白い野球だな。引力が6分の1だからですよ。あの人たちは？この辺の奥さんたちのデモさ。へえ、デモっていうのは何年経っても変わらないんだね。うわっ、危ないな。ロケットだらけだ。今や月は交通ラッシュです。わあ、すごい交通ラッシュだ。どうやら私たちはロケット高速ルートの下に止まってしまったらしいです。面倒なことになりそうです。逃げましょう。あれは何？学校です。人工衛星が学校になっていて、子供たちは交通事故からも空気の不足からも守られています。あの先生もロボットです。へー、あ、火星だ。僕知ってるぞ。
星って一面の砂漠だね。ところどころに苔の生えたところもあるね。あ、何かあるぞ。日本の旗だ。火星の開拓基地だよ。あれはアメリカ基地。へえ、まるで南極基地みたい。いけない、砂嵐が起こったよ。あれは1万キロ四方に起こる大きなものなんだ。タロ、大丈夫？無事でよかったね。とにかく先を急ごう。君、どこから喋ってるの？君の後ろ。これか。この小さいのは何だい？私の電子頭脳です。出てこいよ。かわいいな。出て行ってもいいですか？その方が話しやすいよ。やあ。触らないでね。触ったら壊れちゃう。僕デリケートなんだ。なんて呼ぶ君を？ワンダー19195、ワンダーって呼んでよ。このくらいの速さじゃ宇宙の果てまで何年かかるかわからない。ちょっと待っててね。スーパーレイスピードオーバースリップスペースにセットしたから今度は速いよ。わあ、すごい。あれは？宇宙の果てだよ。だってロケットじゃない？よく見てごらん。あれは僕だ。僕じゃないか。ここが宇宙のおしまい。なんだって？よく見てごらん。あれは鏡だ。鏡だって？ほら、壁が鏡になっててこっちが映ってるんだ。ここで行き止まりだ。そこから先は、この向こうは何だい？言えない。言えよ。言わないと触るぞ。触っちゃ嫌だよ。じゃあね、壁をうんとしてごらん。押すのかい？うん、向こうへ出られる。この集団は他にもたくさんある。この写真はそのごく一部だ。ボケているのはみんな星の大集団だよ。今までに発見されたもので一番遠いのは、光の速さで1億年も飛んでいったところにある星の群れだ。現在そこまでわかっている。その先はまだ人間の力ではわからない。最近この宇宙は風船が膨らむようにどんどん膨れているということがわかってきた。その膨れる速さは想像もつかないくらいのものだ。だから今のところ宇宙には果てがないと言ってもいいだろう。
そしておそらく人間の力では永久に宇宙の先がどうなっているか確かめることはできないに違いない。